稲城市の読売ランドでは、毎年恒例のホタル鑑賞会が行われています。今年で6回目を迎えた読売ランドのホタル鑑賞会。今年もたくさんのホタルが待っています。日によってまちまちなんですが、多い時ですと200匹、だいたい平均で100匹前後は飛んでいるような状況ですね。源氏ボタルと平家ボタルの2種類が飛んでますね。源氏ボタルは比較的光が強いんですね。で一方で平家ボタルは淡い光が楽しめるので、もう見た目で全く違うので、一度見ていただければすぐ分かると思います。すごい綺麗でした。田舎を思い出しますね。綺麗だった。お姉さんが触らせてくれた。おお、どうだった？なんか柔らかかった。なかなかホタルを初めて見るお子様も多かったりして、親子の会話がすごい弾んでるなっていうのが我々としては非常に嬉しいですね。記録に残すのはなかなか難しいんですけど、この本当記憶に残していただくという意味では、ぜひホタルの光を楽しんでいただければなと思います。鑑賞会は毎週金曜日から月曜日までの4日間開催されています。ホタルが光り始めるのは午後7時半頃からで、気候が穏やかな日はよく見られるということです。